手形苔は、鱗ろこごめ手形苔けかの苔類。日本、中国、シベリア、ヨーロッパ、北米などに分布する。鉱山帯、または鉱山帯の針葉樹の樹皮などに生育する。本種は主に樹皮の上で生育する数少ない苔類であり、同族の種であるケ手形ごけでも、そのような特徴は見られない。好んで利用する樹種は、カバノ貴族、白ア族、 柳属等様々である。胞子体系は黄緑色、または赤みがかった緑色で、長さ約3センチメートル、不規則に分子する。葉は深く4列し、角列片の側面には長毛がある。葉の長さは最大1.4ミ、mm、リメートル、葉の幅は最大で1.8ミ、mm、リメートルほどである。尾花は茎の先につくが、放肆体をつけることは稀である。 手形ゴケは葉緑体の全ゲノムが解読されており、その長さは約 119kbp である。同族の毛手形ゴケやカリフォルニア手形ゴケに類似するが、この2種では腹場の用心が平坦であるのに対し、手形ゴケは腹場の用心が膨らむことで区別できる。ABCDEF は月善之助、水谷正美。 現職日本戦隊類図鑑ピアニッシも271から 272ABCDE アザートンへ通る P205 ありがとうございます。